どうも、ブルーンビューティーバーの小西るいきです。今回のご相談は30代女性の方です。3歳と1歳の子育てが忙しく、自分の美容のことはもう何年も前から後回し、それでも白髪はどんどん増えてくる悲しい現実。美容院にも主人が休みの日ができて家事も落ち着いた時のみ、かっこ3ヶ月に1回くらい。白髪染めはセルフカラーでささっと完結。でも髪は綺麗にしたいから、どんなトリートメントが相性いいでしょうか。髪は固めです。とのことですね。なるほど。やっぱりね、その3歳、1歳のお子さんがいらっしゃったら本当に子育てって忙しいなと思いますし、美容のことはね、自分のこと後回しになるんですよね。例えばそのお風呂も子供と一緒に入っててね、子供が上がったのを優先して、そのタオル拭いてね、服着せて髪乾かして、ってなってから自分がようやくその化粧水とか乳液とかようやくお顔に濡れたりして、もうその時にはもうカサカサになっちゃってるんけど、まあでもやっぱり子供優先しないとね、風邪もひいたりするしって、やっぱお客さんでもそういうママの方がいらっしゃって本当に偉いし、よく頑張って大変だなって思いますね。なので、でしっかり答えたいなと思うんですけども、どんなトリートメントが、そう、髪をきれいにしたいから相性いいですかに関しては、あの、髪は固めってことなら、あの、オイル系のトリートメントで油分がしっかり入ってるものが相性いいんですね。ただ、ちょっとここがポイントなんですけど、白髪染めを自分でしちゃってるっていうのが、かなりあの、大事なポイントというか、セルフカラーってやっぱりね、どうしてもすごく傷むんですよ。あの、ご自分って多分思ってるより傷むんですね。なんでかっていうと、そのやっぱりよくこれ白髪染めセルフカラーの話でしてるんですけど、やっぱりその傷ませる成分がすごい強くて、その全員の方に染められるようにその作ってるカラーのメーカーが、なので本当に結構強い薬剤に配合されてるので、美容院で染めるよりも。だからもちろんそういうね、子育ての事情とか家事の事情もあるから、あんまりこう突っ込んだことは言えないんですけれども、あのセルフカラーはかなり傷ましてるってことは一応自覚した方がいいですね。なので、そのマイナスの現象を自分で与えてるから、どんなにそうやって髪をきれいにしていきたいとしても、マイナスが強いのできれいにはなりにくいんですね。もうならないと思ってていいと思いますね。あのトリートメントで簡単に変わるものじゃないので、そのやっぱり髪をきれいにするのを優先したいんだったら、セルフカラーはやめて、やっぱ美容院で染めた方がいいです。ここがちょっとね、相反するとこというか、その子育てと家事を優先して、その3ヶ月に1回しか美容院行けないから白髪染めは自分でやるっていうのを選ぶか、やっぱり髪をきれいにしたい方を優先して、やっぱりこう美容院に行くっていうの、この2つは天秤にかけてみて、どっちが強いか、どっちも大事だと思うので、例えばその旦那さんが見てるのをもう1回その3ヶ月に1回の間に挟めたら、やっぱり1ヶ月半から2ヶ月ぐらいで白髪染めとカットができると、こういう場合理想だと思うんですけど、3ヶ月に1回になると、まあカットは仮になんとかなっても、白髪染めって確かにその白髪の量増えてくるとやっぱ遅いんですね。3ヶ月はどうしてもやっぱり1ヶ月から1ヶ月半2ヶ月以内には染めないと気になってくる。なので、その旦那さんにまあ事情を話して、やっぱりちょっと髪きれいにしたいのが強くなってきたから、1回間隔早められないか、その1ヶ月半から2ヶ月の間のペースにできないかっていう風に話したりして、そしたら、あ、そういうことならなんとかもうちょっと自分が子供見れる日作るねとかなるか、もしくはその子供預けられる期間に一時的にその美容院行く間は預けるか、まあそういう施設もあると思うので、まあもちろんね、自分で見ないとちょっと不安な部分もあると思うんですけど、まあそういうことをして、どっちかに重点を置かないと今のままがずるずる続いてくると思うので、まあ今回のこれをきっかけにもうちょっと考えてみるのもいいと思いますね。すごいあの、個人的には本当に偉いなっていうか素晴らしいなと思うんですけど、まあ、やっぱり女性としても髪は綺麗にいたいっていうのももちろんわかるので、そこはあの、ちょっと決めていけたらいいと思います。どっちかにしっかりと、ぜひ参考にしてみてください。じゃあこういった形で何か相談したい方いらっしゃれば、できれば年代や性別も書いて気軽にコメントしてみてください。それではブルーンビューティーバーの小西宏之でした。